木隆です。広告記事。お願いします。お願いします。今日は食事に来ました。野球選手が居酒屋やってるって言えば誰ですか？もうデーブ・スペクターさん。そこら辺いいボケかまって。デーブ大久保さん。楽天の監督。デーブ違いですか？デーブ違う。全然違ったけど。そこの店にちょっとお邪魔して、まあいろいろ話を聞きたいと。わあ。行ってみましょうかね。お願いします。はい。デーブ。よろしくお願いします。よろしく。いろいろちょっと聞いてみたいと思うことたくさん。高校球児。はい。よろしくお願いします。高校球児です。俺の話聞いて。だったこら。まだ面白いですけど。あれいくらでよ。新橋にあるね。そう。新橋でもうちょっと待って。みやぞん。はい。日打ちちょうだい日打ち。了解です。こういう縁起物担がないと。はい。大事なところ。お前も担ぎそうじゃないけど担ぐ。めっちゃ担ぐ。いや俺に一回やらしたよ。どういう意味がある？まあ魔除けですよね。運が来るように。悪者を。おお、ちょっといいよ。いいですか？俺もいいです。まあ人にやるもんですけどね。与えるものが大事だから。じゃあ頭に与えてもらって。まあ縁起を担ぐという。担ぐね。現役時代も縁起担いだ。めっちゃ担ぎました。今もそうだけど、靴下は右利きだから右から履くでしょ。それをわざと俺は左から、俺は右から履いてたから、わざと左から履けて、普通の休みの日も開幕戦の日本シリーズも俺はちゃんと同じことができたと思えるようにして。で階段も右から上がる人だったけど、必ずどこでも左から店あるのも左から入る。ちゃんと意識をする。俺も左だな。武道ってさ左なんだよな。あ、種なしとかね、マスカットとかそういうこと。武道って食べるやつ。こいつら反応遅いじゃん。すいません。いやなんか種なし。俺ら種あるから2人とも。あ、もう作っちゃう。まだいないでしょ。まだちょっとあるかないかわかんないでしょ。まだそうですね。野球の先輩にいるよ。まだ結婚した子供できない人だったんだけど、俺は絶対言葉種はあるって昔いろいろあったっつって言うね。知らない。そんでさ、監督まで行って、なんでこういう居酒屋やろうと思った。もともとずっとやりたかったんですよ。野球やめて、野球やってる間も会社持つ人もいっぱいいるじゃないですか。税金対策とかそういうのやってなくて、本当に野球やめて自分の会社を作って従業員雇って、その中に最初から定款に飲食も入れてたんですよ。それやりたいから。28年辞めた後に何の仕事ができるのか、渡辺徹さんとかに相談したら、来た来るもの全部やってもらうの絶対来るからと、巨人の選手が断らないでやれと、寒中水泳大会の司会の予備みたいな。なんだよ。ヒロミさんとか司会やってる横にいるだけっていう。あとなんだっけな、オークションみたいのがあって、YOSHIKI さんが来て X JAPAN の生でじゃなく、なんかドラムのこれを売るいくらからとか、そういう番組があったんです。その時に何か言わなきゃいけないと思って、 YOSHIKI さんがセロハンテープをつけてたんですよ。どうしたんですか、ちょっと怪我して、そのセロハンテープを死に使ってわーみたいになったから、それがすぐ今でも悔やんでると、頑張りすぎてよくねえなっていうのがあって、そういうのをやった時は大概稼いでたんですよ。で現金じゃないですか、俺相当の金入ってきて、こんなに儲かんのかと思って、やる必要もなかったんですよ、やる暇もなかったんですよ。でゴルフ始めちゃったから、寝ないでゴルフやって、解説やって、バラエティやって、映画出て、ドラマやって、金のもん全部やったんですよ。ソニーミュージックアーティストっていうところの事務所と業務提携を最初してもらったのが、必ずダブルブッキングっていうのは言葉はしてたけど意味が分かんなくて、日だけ当てなきゃいいと思うじゃないですか。そしたらあれオンエアも当てちゃいけないんだっていうのをその時初めて知って、自分らだけでやってて、俺ね TBS のね日テレがなんか謝り行ったんですよ。その頃ジャイアンツ同じ年辞めたやつをマネージャーにしてたから、こんなのこれ無理だなと思って徳光さん相談したら、その徳さんのその当時の現場マネージャーとか今社長やってるんですけど、高橋明さんと一緒に紹介してくれて、高橋明さんがちょっと持って帰ると言ったら、出口さんっていう人がちょっと興味があるっていう話で会いましょうってなって、ただの野球解説者だったら僕は引き受けないって言うわけです。ジョー・ディマジオっていう野球選手は映画も出て解説もやったんだみたいな。いやいや僕ジョー・ディマジオってまあ正直思ったんですけど、くくりは一緒じゃないですか、野球人っていうくくりでは。将来的にはオリンピックのスポーツキャスターをやるところを目標にする気ある？まあ出任せですよね、やりたいっすみたいな。でそれから契約してやりだしてもらって、でマネージメント今もやってるんですけど、本当にフジテレビのシドニーオリンピック、陣内貴美子さんとやったんですよ、キャスター。ガラッと達成したんですね。野球も始めたのも、小学校入学式の時に「お前将来何になりたいんだ」って言われたから「野球選手になりたい」って言ったら喜ぶと思って言っちゃったんですよ。お前言ったことが叶ってきてる。そうすごいっすね。じゃあキーパーからバット振ろうってなって、入学式の時にバット100回振って、おふくろから「風呂入ってこい」出てきたら「ビール飲め」って。小1の入学式の時、お祝いっていうかおふくろ時計屋の家やってたから、昔はさ時計屋ってのはもう本当にヤクザもんばっかりだったらしい。50年前の「ドラマンドオニコもドラ」みたいないう世界だったらしいですよ。談合はあるわ、すごい時代だった、まあ、酒で男を下げたやつがいっぱいいると世の中見てきてんだ母ちゃん、今から飲めば大丈夫だっつって飲ましてもらったんですよ。それうまかったか？いやー覚えてないっすよね。繰り返さなかった。全然大丈夫だった。でそれから土方とか人気が入ってくると、母ちゃんもたまに早く帰ってきてがあるからつまみ作って縁側でこうワンカップお漬け飲むんですよ。日本酒はうまいとは思わなかったんですけど、真似して飲んでたりしてて、酒で恥かいたことはないはずです。酒飲んで暴れちゃったとか。いやちょっと待って、俺の質問を聞いててそれでそこからつなげていく。俺だって YouTube だから、俺 YouTube ファンなの。 iPad を枕元に置いて YouTube をいろんなの見ながら寝るのが好き。で今日もちょっと昼寝したんですよ。今日練習ラウンドだったのか、明日朝試合だから午前中でやめて帰ってきてこれあるけど昼寝しようと思って YouTube 見ながら寝るの。それで見てるんでしょ俺らの。一回見たことない。それはですよ。俺も最近 YouTube 見出してさ、まあこういうきっかけで感動もの見て泣いて、泣くの笑い事じゃないの、笑い事じゃないの、泣くんだって。また話は戻すけど、そういうこともあってピンポンもしてたんだけど、全国いろんなとこ行くじゃない俺ら。西山はほとんど決まったとこ行くの。名古屋なら寿司屋、大阪焼肉とかで、その店の人らには俺が店やったらレシピ教えてねってずっと言ってて、そしたら本当に教えてくれて、でその店をやってやりだそうと思って、で暇じゃん実際、物欲がないの。あ、そうなんですね。何が欲しいって全くないの。毎日ゴルフして、豊ちゃんだとたまに番組やって、その後飲んで、もう1000点なわけ人生が。だから金持ちの定義が俺にはあって、欲しいものがないってことは、例えば1000万くらい持っときゃこれは全部なんか助かるじゃん。そうなるとビル・ゲイツが100兆持ってても何も買わなきゃビル・ゲイツと俺は一緒だみたいな気があるんだよ。持ってんじゃないこれ。俺は持ってないですよ。7億ぐらいかな。いやめっちゃ持ってんじゃん。持ってないです監督時代の話聞きたい。お前もやりたいと思ったことは一回もないんですよ。うんこ巻いてこいって本当にうまくいくやつがいるわけ